はい、さとし君。はい、新井君。立憲民主党の新井でございます。今国会で質疑ができるのはもうそろそろないんじゃないかと思っておりましたところ、木井さんが配慮していただきまして、40分も時間をくれて私に議論をしてしろというお話をいただきました。本当にありがとうございます。小宮山さんもありがとうございます。冒頭、前々回だったでしょうか、大臣からですね、立憲民主党でも、気象庁の応援団を作ってほしいという話がございました。実は昨年の12月にですね、私の個人的な形だったんですけど、私と小宮山さんで気象庁の応援団を作っておりました。中には民間人も入れて、特にユニークな方はですね、東大病院の前田先生というお医者さんなんです。この方は5回も今までがんの手術をして、一度は死んじゃったっていう、そういうようなことを書いてる方、エッセイが日経新聞に載っておりましたけれども、そういう方がずっとその災害弱者ということに非常に関心を持っていて、でその災害弱者を救うためにどのような気象庁あるいは災害の対策が必要なのかということを、自分の研究とは別に一生懸命やってまして、それが講じて、気象予報士になりたいと言ってその試験を受けているという、そういう方でもあります。でそういう方も含めてですね、従来の気象学とか従来の災害とかと少し違った人たちにも加わってもらった応援団にしております。これをもう少し膨らまして、立憲民主党の議員にもたくさん入ってもらいたいなと思って、これからその活動を続けるつもりでおります。この名前を気象庁応援団、別名新井育之助研究会といたしました。新井育之助というのは明治年間で、地理課長をやっていた、日本の地理のほとんどを彼が測量して歩いたんですけれども、その地理課長としての職責が、先が見えたということで辞めまして、それで函館に日本で初の気象台を作ったんです。これが気象庁の最初の創設だと言われています。でこの気象台を作って、ある程度この気象観測の状況というのは分かったということなんでしょうか、数年でそこの台帳も辞めまして、気象庁を囲む民間のそのブレーンといいますか、民間のそういう研究機関、研究所あるいはコミュニケーションのそういうものを作って、そこで活動をしておられました。つまり気象というのは伝えて初めて、あるいは基礎的な研究があって初めて気象観測は正確なものができるんだという、そういう信念だったんだろうというふうに思います。そういうことをですね、その DNA を気象庁は継いでいるわけですから、ぜひ観測してればいいと、私がずっと気象庁に言い続けていたのは、観測したそれをどう伝えるのか、で伝えたものをどうその被災地域が対応できるのかということまで考えた気象庁であってほしいということをずっと言い続けておりました。で今回ですね、九州で豪雨が発生をいたしました。線状降水帯が現れたわけですけれども、この線状降水帯の対策のためにですね、昨年来から大臣を中心にその対策を、観測体制をですね、強化をする、そういうことをやってきたわけですけれども、その効果、観測状況、これ気象庁長官どうですか、どうだったんでしょうか。気象庁長谷川長官。
お答え申し上げます。線状降水帯の予測精度向上のための洋上観測の強化につきましては、令和2年度の補正予算により海上保安庁と連携して衛星位置情報のデータを活用した水蒸気の観測に取り組んでいるところでございます。気象庁の観測船への観測装置の取り付けにつけましては、昨年度末に完了し、衛星位置情報のデータがリアルタイムで取得できるようになっております。現在実際に得られたデータを用いまして、水蒸気量への変換や観測精度の確認など気象予測に用いるために必要な準備を進めているところでございます。先週の九州における大雨には間に合わせることができませんでしたが、早急に準備を進めて6月上旬からこの観測データを利用することを開始することとしております。これから取水期もますます本格的になってまいります。線状降水帯に関するものも含めまして、的確な防災気象情報の発表に全力を尽くしてまいります。来君。災害対策、これはコロナも同じなんだけれども、スピードが命なんですよね。昨年の12月にほぼ予算が政府提案として出されるということが決まっているわけですから、もう予算が成立したらすぐ動けれるような体制を作っておくというのが、私はこれまで議論してきたことの成果であり、それに応える気象庁の責務だと思うんですね。それが残念ながら6月まで伸びてしまったっていうのは、もう少し危機感というか、あるいはしっかりやってほしいなというふうに思います。でその時に、ね、今回も含めてですけれども、海上保安庁との関係はいかがでしたか。気象庁長谷川長官。海上保安庁との連携も進めてございまして、海上保安庁の測量船の方にも同じ観測装置を設置を今進めておるところでございまして、気象庁側の準備ができましたら順次こちらについても運用開始したいというふうに考えております。新井君。毎年1兆円、民間の災害で1兆円出てるんですよね。おそらく公的な施設の災害も含めると、おそらく3兆円ぐらいの、 その集中豪雨で発生をしているのではないかなと思いますから、そのためにですね、観測、あるいは事前の対策というものにもっと力を入れればですね、その災害を減少させることができるし、というふうに思いますので、気象庁頑張ってほしいと思うんです。で、もう一つですね、この洪水による被害で、旧河川局の画期的な、私は、法体系の整備だと思います。流域治水ですね。この流域治水、よく踏み切ったなっていう、そんなふうに思ってるんですけれども、今回のこの九州豪雨、思ったほど災害は出ていなかったのかもしれませんけれども、この流域治水の考え方で、どのような準備をし、あるいは関係するダムの事前放流というのはなされたのかどうか、そこをお聞かせください。国土交通省井上水管理国土保全局長。気象予測を活用したダムの事前放流はできるだけ氾濫を防ぐという観点から流域治水の重要な柱の一つでございます。ダムの事前放流については本日までに一級水系ではダムのある99水系すべてで治水協定を締結し、二級水系でも海に近い位置のダムのように事前放流効果が見込めないダムしかない水系を除く321水系すべてで治水協定を締結し、取水に備えております。先生ご指摘の九州の豪雨、球磨川水系においても、は昨年、令和2年の5月にもうすでに治水協定を締結しており、気象庁の予測降雨量があらかじめ定めた基準を超えた場合に自動的に事前放流の実施を判断する体制を整えております。先日の5月20日の大雨では基準に至らず事前放流を行う状況にはなりませんでしたが、なりませんでした。それからまた雨が少なかったので河川の氾濫には至っておりません。引き続き既存ダムを生かした洪水調節の機能をはじめとする流域治水の取り組みを進め、安全安心な地域づくりに取り組んでまいります。これから取水期が本格化しますので、万全を期して取水への対応に取り組んでまいります。新井君。局長、6月以降集中豪雨が発生する確率は私高いと思うんですね。で、その際の事前放流というのはおそらく実施せざるを得ないんだろう、あるいは実施するとですね、
防災上非常に高い効果が出てくるんだろうと思うんです。まあ、その時にですね、事前放流をすると下流域に急に出水しますから、下流域が洪水が起きるとかですね、あるいは下の方でキャンプして遊んでた家族がですね、流されちゃったとかっていう、まあ、そういう事故がよく起きます。で、河川だけのダムだったらば、その通報あるいは警報の出し方っていうのはよく管理されているんですけれども、これに農業用のダムとか電力用のダムなんかも事前放流をするとですね、私はそこのところ十分に下流に対する通報警報、そういうものが整備されているのかどうかっていうのは少し不安なんですけれども、何か答弁ございますか、そのあたりは。井上水管理国土保全局長。荒井委員ご指摘のとおり、国土交通省が担当しております治水ダムについては、このすでに下流の放流先の安全性を確保するということについては制度ができております。で、今回の事前放流をしていただく利水専用のダムの方々、農業用水の方々、発電のダムについても同様に河川の水位の上昇が大きくなるようなところについては、ちゃんと事前に下流の方々に情報をお伝えして、こう警戒体制を取っていただく、そういうようなことを、まあ、訓練も含めてやっていただくようお協力をしているところでございます。新井君。そのあたり、まあ、そのなきようにお願いをいたします。最近はスマートフォンとかですね、そういうものもあるわけですから、そういうものを通じて情報が流れるような、そういう仕組み、まあ、これよく気象庁によく言ってたんですけれども、河川局もそういう方法をよく検討していただきたいなというふうに思います。まあ、次にですね、100年おきに首都直下型地震は起きていると、それを一番最初に言ったのが、大正年間の今村有常という永遠の助教授と言われた教授としょっちゅう喧嘩していた人ですね。で、その人が首都直下型地震は100年ごとに起きるという論文を発表し、それが世の中を騒がしたということで、今村有常は非難を受けるわけですけれども、しかし実際に関東大震災が起きるわけです。で、関東大震災が起きたときに今村さんは東京大学の自分の講座にいたというんですけれども、その状況を見て失敗したと、もっと強く言っておけばよかったということを後悔したというふうに伝わっていて、その後彼はですね、関東大震災が起きたらその後は東南海大地震が連動して必ず起きると、これは歴史的にもそうだと、それ彼が言ってるんですか、僕が言ってるんじゃないですけども、そういうことを言って東南海地震のための準備を時の政府に強く訴えかけるんですけれども、時の政府はそんな予算がないと、当時はちょうど戦争の準備のための予算にシフトしてたんでしょうということで、無視をされるんですね。しかし実際に東南海地震も戦中なのか戦後すぐなのか起きるんですけれども、あまりこう新聞発表はされなかったんですけれども起きております。で、関東大震災はですね、必ず起きます。直下型地震は必ず起きるんだと思うんですけれども、その時一番私が心配するのは電信柱です、電柱です。で、なぜなのかというと、ここに東京都の緊急輸送道路という地図、これ、国交省からいただいたんですけれども、災害が起きたときに、救急車とか消防車とかが、あるいは避難道路ですね、それをちゃんと逃げられるかどうかということが、避難者を救うために絶対重要になると思うんですけれども。その時障害になるのが電信柱が倒れることなんですね。で、電信柱が倒れると消防自動車も救急車も通れません。で、このことはですね、すでに日本国内で何件か起きてるんですね。一つは3.11 の東北大震災の時の直接のきっかけというか原因、福島の原発事故のきっかけは福島の第一原発に入る
動力源の鉄塔が倒れたんです。そこであそこに来る電力が途絶えたんです。まあ、その他に補助の電源も壊れちゃったとか、あるいは受電のところが水浸しになったとか、いろんな原因もあるんですけど、しかし一番の原因は鉄塔なんです。電柱なんです。その後東北新幹線がなかなか復旧しなかった。あれも下部構造は持ってたんです。しかし鉄柱がバタバタと倒れていって、それを復旧するのにすごい時間がかかったんです。さらにはそういうことがあるにもかかわらず、鉄柱に関する電柱に関する基準というのはずっと見直しをしてないんですね。でこの間3年前ぐらいでしたか、千葉県の房総のところで、大規模な停電があってなかなか復旧しなかった。あれのほとんども電柱が倒れたことによります。で今回もですね、首都直下型地震が起きれば電柱はあちこちで倒れると思います。で倒れたときにどうするのかということが一つと、それと今やもう日本の大型電子計算機という富岳というのはもう巨大な能力を持っているわけですから、その巨大な電子計算機を使って地盤の強度と、それからその地域の、まあ、地震の強度を推定して、どのあたりが危ないか、電柱はどのあたりを補強しなければならないか、そういうことを推計するその時期に来ていると思います。まあ、これは電柱だけじゃなくてですね、弱体化した建物などについても、建設関係の部局と連携をしてですね、危ないところをもうマッピングしていく、それが大事だと思うんですけれども、道路局長どうですか。国土交通省吉岡道路局長。はい、お答え申し上げます。首都直下地震の備えとしての地中化どうなのか、推計したらどうなのかというお話だったと思います。少し長い答弁になりますけど、お答え申し上げたいと思います。まず都市部における 大地震でございますけど、お話ありました通り、東日本もございましたし、古くはといった失礼ですけど、阪神・淡路大震災の時でも分かる通り、電柱が倒れるということによりまして、避難活動、救助活動、あるいは緊急物資の輸送等に重大な支障を及ぼすということで、無電柱化が大事だというふうになっているというところでございます。で、首都直下においてどういう準備になっているかということをまずご説明させていただきたいと思います。で、政府の首都直下地震緊急対策推進基本計画におきましては、首都中枢機能の継続性を確保するために、これを支える交通インフラについては、発災後3日程度で復旧を、ね、するということを念頭に目標を置いているということでございますけど、ご指摘ありました道路につきましては、災害対策の要員を送り込むとかですね、資材を送り込むとか重要な役割を担いますので、まあ、緊急輸送道路のうち特に重要な区間については、被災による通行障害が発生しても1日以内でですね、緊急輸送道路の緊急自動車のですね、通行の機能を確保するということが目標になっています。でこれを受けましてですね、国土交通省と東京都関係機関で、首都直下地震道路警戒計画を策定しまして、都心に向けて8方向からですね、優先的に道路警戒を行うということで、34路線を選びまして、そこに伴う作業とかですね、の方とか備蓄場所なんかも定めてですね、あるいは建設業者とかレッカー事業者の協力のもと協定を結びましてですね、高速道路や国道、都道の、まあ、損傷状況とか閉塞状況を見ながら、まあ、その影響が少ない区間を組み合わせて道路の通行を緊急的に確保するという計画にしています。でそこでその優先的に選んだ路線の無電柱化の状況がどうなのかということで確認させていただきますと、まあ、半分を占める高速道路はもともと無電柱化がないわけでございますけど、直轄国道の無電柱化率は約9割から、都道は約5割で、一定の連続性はあるというものの、まだ無電柱化されていないところがあるということでありまして、その部分の無電柱化を急がなきゃいけないというふうに考えているところでまずございます。でその優先的な区間以外はどうなっているかということでございますけど、まあ、そもそも東京都の地域防災計画では、首都高速の中央環状線内の、まあ、完成しているところですけれども、そこの無電柱化をまず完了させるんだということ、それから多摩地域、周辺区分については、
緊急輸送道路等についての無電柱化を推進するという目標になってますが、現状を見てみますと、都内の無電柱化の整備率は、第一次緊急輸送道路というのでありますけど、それだけ見てもですね、直轄国道ではまだ8割、都道では半分以下にとどまっているという状況でございまして、まあ、引き続き防災減災国土強靭化のための5カ年加速化予算なども活用してですね、しっかりと無電柱化を進めていかなきゃいけないというふうに思っているところでございます。それからまた新たに電柱を立てさせないということも最も大事ではないかなというふうに思っておりまして、緊急走道路などですね、道路区域内においては平成20年4月から専用を禁止すると新設電柱を立てることを禁止するという措置をしておりまして、まあ、都内では国道都道全線で電線の新設が禁止されているという状況でございます。まあ、国土交通省としましては東京都とも連携しましてですね、首都東京の無電柱化を推進し、まあ、首都直下地震による電柱の倒壊による緊急騒動の機能が阻害されるように努めてまいりたいと思います。ご指摘の推計したらいいんではないかなということもごもっともだと思いますので、そういう勉強もまたしてみたいというふうに思います。過去の地震を見ると被害が大きかったところ、そうでないところが出ているということもある程度分かってございますので、まあ、そういう勉強もさせていただきたいというふうに考えているところでございます。新井君。国交省は最も優れた技術者、あるいは科学技術のセンターとしてずっと機能してきたわけですから、ぜひ、そういう科学技術を駆使してですね、災害に備えた対策を組んでいただきたいと思うんですけれども、私は今赤坂の議員宿舎にいます。あそこに入る道路は狭くて電柱がせせり出ています。おそらくあれは一番先に倒れてくるんじゃないかなと思います。で、倒れたときにですね、総理はどうするんだと、総理あそこ通って対策本部まで本当にスムーズに行けるんだろうかと。阪神・淡路大震災のときにですね、兵庫県知事なのか神戸市長なのかどちらか忘れましたけれども、あの大地震が起きたのですぐ対策本部を作るんですぐ来てくださいと首長さんに言ったら、いつ車来るんだと言ったという話があります。もちろん車はもう通らないんですよね、道路が封鎖されてましたんで、歩いていかないとダメなんですよという状況があちこちで発生するだろうというふうに思います。そうするならば、やっぱりここは優先的に地中化しなきゃならないというような判断をするべきだというふうに思いますよ。そういうようなことを考えてください。ところが地中化の場合にはですね、電力業者が今半分負担するのかなという電力業者の負担が結構あるんですね。で、東京電力は一頃の力ないですから、その負担があまり過大なんで逡巡をしているという傾向があるんで、この仕組みについても少し改めたらどうなのかなと。全部一律に東京電力の負担を求めるのではなくて、主要なこことこことここについてはうんぬんかんぬんといったような、そういう仕組み、制度改正をするべきなんではないだろうかと。で、これも急ぐんじゃないかなというふうに私は思います。次にですね、カーボンニュートラルの話をしたいと思います。カーボンニュートラルのためにですね、国交省所管の仕事というのは大変大きなウエイトを占めていると思います。住宅、あるいは自動車、船、飛行機、全部使っていますね。まあ、そういうことに関して基本的な大臣のお考えはいかがでしょうか。赤羽国土交通大臣。今お話やご指摘がありましたとおりですね、国土交通省の所管というのは幅広くて、CO2 の総排出量の相当大きな割合を占めているというのは事実でございます。国が2050年カーボンニュートラルということを高らかに宣言をしましたので、その具体的な2030年までの目標も決められたところでございますので、国交省としてはその大半の、大変大きな役割と責任を果たす必要があると当然のことながら考えております。まず家庭業務部門、住宅建築物の省エネ対策の強化というのはもう
不可欠でございまして、ここは総排出量の約3割を占めております。住宅の省エネ基準への適合義務付けに向けてですね、今経済産業省と環境省の3省を連携した検討委員会も立ち上げておりまして、いやこれもどうしてもですね、これまでは中小の工務店が建造している住宅の方が大半を占めているので、なかなか大手ハウスメーカーの ところ以外はこうしたものが義務がかけられないという、これはまあ現状の中で住宅局はそういう、まあ、考え方が支配的なんですけども、まあ、そんなことを言っていたらこれカーボンニュートラルというのは実現できないので、それはまあ全くそう発想を切り替えてそれをやるという結論の中でですね、どう前に進めていくかということと、あと既存住宅につきましても全部が全部建て替えるというわけにはいかない部分があったとしてもですね、窓枠外断熱に変えていくとか、部分的にも省エネ化を進めていけるような省エネ回収の促進、こうしたものも進めていかなければいけないと考えております。また運輸部門につきましてはこれ全体の2割も占めておりますので、これはまあ今具体的に進めておりますが、電動車の普及促進ですとか、まあ、デジタル技術の活用も含めたグリーン物流の推進ですとか、まあ、船でいうとゼロエミッション船の商業運航の実現なども、これもう着実にやっておりますけど、加速もさせていかなければいけないと。またインフラ分野では港湾、これも非常に CO2 の排出に関わりますので、カーボンニュートラルポートというのを今港湾局が提案しておりまして、先日の日米首脳会談でもこうしたことが話題となって、日米の中でしっかりと進めていこうということでございますし、インフラを活用した太陽光のパネルの貼り付けですとか、まあ、洋上風力、こうしたものもしっかりと導入していかなければいけないと。実は今日は世界経済フォーラムというのが夜、実はリモートで会議がありまして、こうしたことも私発信することになっておりまして、大事なことは制約という受け止めではなくて、新しい経済成長政策ということで前向きに取り組んでいかなければいけないだろうと。国土交通グリーンチャレンジとしてですね、本年夏具体的にまとめてまいりますが、こうした経済成長戦略としてこれからの時代を生かすためにも積極的にチャレンジをしてですね、実現をしていくように、強い何というか意思を持ってリーダーシップを発揮して取り組まなければいけないと、こう考えております。新井君。カーボンニュートラルに向けてですね、国交省が中心になって、まあ、関係省や NHO などとも検討をしながらですね、新しい技術開発をするべきだと思うんですね。でその時に住宅についてはですね、外断熱ってもっとうんと使ったらいいと思うんです。今はほとんど内断熱ですけれども、外断熱を使うと躯体全体が守られていきますから長持ちしますし、そうすると固定資産税なんかも安くなる可能性があると思いますし、エネルギーの省エネ2割か3割ぐらい外断熱の方が高いんじゃないかと思いますけれども、それをもっと大々的に使っていくべきじゃない。特に大型のビルの改築はですね、外断熱を義務付けするぐらいに、そのぐらいのことをやってもいいんではないかなというふうに思います。それから車に関してはですね、今世界の流れはなんとなく電気自動車に向いていますけれども、私は電気自動車の電気を作るのはやっぱり火力発電だったら何にも意味がないわけですから、主流は水素じゃないかと思うんです。この水素を使った特に日本はハイブリッドの技術を20年以上前から開発して定着させているわけですよね。でそれと組み合わせていくと。で石油の部分、ガソリンの部分についてはですね、バイオテクノロジーを使ったバイオエタノールに切り替えていくということによって可能なんではないかと思うんです。今日 NHO の部長さん来てるんだけども、ちょっと時間がなくなったんで私から一方的に言いました、ごめんなさいね。でその次にですね、下水道の話、これも昨年からずっと私は言い続けていました。でここに来てですね、下水道に関する技術が相当進歩しました。で昨年の12月でしたか、大臣の方からあまり発生していないんで、希釈されていて反応できないんだというお話がございましたけれども、今塩野義製薬がですね、そのあたりを
ブレイクスルーする技術を開発したようで、10万人に1人の感染者が把握できると、言ってます。まあ、これは塩野義製薬の言い分ですから、本当かどうかは分かりません。でも、それによってですね、かなりの角度で感染地域が分かるんだと思うんですね。で、実際に世界の潮流は、この下水道をもっと感染症対策に利用しようという、そういう動きが体制です。アメリカのアリゾナ大学などは、大学の中の感染症コリドを完璧に抑えてしまいました。あるいはオーストラリア、あるいはオランダ、フランスなども、下水道から出てくるコロナウイルスの、まあ、遺伝子ですけどね、それを検出をして、変形型のコロナについても今、状況どうなのかと、地域ごとにどうなのかということも把握しているようであります。で、私が調べたところではですね、ココアというところ、マンホールごとの調査というのが今、大きな流れになっているようで、そのマンホールごとは施設ごとのマンホールで調査をするとですね、普通の処理のところよりも100倍も200倍も高く出てくると。で、そのことによって感染状況がどうなのかということが明らかになる。で、この下水道調査のですね、いい点は、発症していなくても、未発症であっても、コロナウイルスの所有していれば、それが出てくるということなんですね。で、札幌の場合では、感染が急拡大する以前にですね、その4、5日ぐらい前に、その兆候が見られたと。この地域では、この4、5日ぐらいしたら出てくるぞということが分かったっていうんですね。したがって、この下水道を使った調査というのは、もっと積極的にやるべきだと思います。この資料としてつけておきましたけれども、宿さんとおっしゃるのかな、これ、下水道関係者ですよね、下水道部の方だと思うんですけど、この方が、日本中全部やっても60億くらいでできると、ということを、このペーパーの中で、これ、下水道関係の専門ですけれども、そこからの引用なんですけれども、そうおっしゃってます。2ページ目のちょうど左側の上ぐらいで、年間調査費は60億ぐらいで全部できるという話をしてます。多分そうだと思います。で、この下水道に関する技術についてですね、なぜ普及できないかっていうと、政官学、大学と、それからビジネスと、それと官の方、下水道部ですよね、下水道部が率先をして司令塔の役割を果たしていないからだという指摘があります。このあたり、水管理国土保全局長、どう思いますか。国土交通省、井上水管理国土保全局長。この下水道を活用したコロナの対策につきましては、委員がご指摘のとおり、非常に重要なものです。特に先生ご指摘がありましたように、発症前から市中感染の流行とか、収束状況を早期に探知できるということでございます。で、またこれは下水道部局だけじゃなくて、保健衛生部局と連携してやっていくということが重要で、まあ、そのために今年の3月に、有識者関係省庁からなる検討会を設置して、調査研究を進めているところでございます。また民間企業との連携ということも重要でございますので、その連携を図っておりますが、特に民間企業においては、高齢者施設などの個別施設の単位で、そのサービスを行うということをやっておりますが、下水道部局の方ではより広い範囲の市中を対象として、より低い濃度でもウイルスを検出できるような監視体制を引こうということで目指してやっておりますし、これについては札幌市なども並行して行っているところでございます。また国土交通省においても、委員がご指摘ございましたように、マンホールでの採水というのことを初めてやっているところでございます。ただ現在の手法におきましては、下水処理場へ流入する下水中のウイルス濃度と感染者数等々の
明確な相関関係が確認されるに至っておりませんで、まだその感染対策を、未然の感染対策を取るというところまでは至っていないという状況でございますが、万全の体制を引いていきたいというふうに考えております。新井君。ここ頑張ってほしいと思うんだよね。今ありとあらゆる霞が関の中でこのコロナ対策については失敗の連続だ、私なんかには見えます。でその失敗の原因は、最大の原因はスピード感がないということです。全く検討ばっかりやっててですね、トップリーダーっていうのは決断をするのがトップリーダーなんです。これ失敗したら責任取ればいいんです。でも決断を誰もしないもんだからずる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 言ってるというのが今の霞が関の体質だと思います。このあたり国交省は岡場大臣のもと精鋭が揃ったわけですから、失敗したら責任は大臣に取ってもらったらいいんですよ。この方取りますちゃんと。それだけ度胸のある人です。その下でもっと力を発揮してどんどんやっていただきたいということをお願いをいたします。で最後にです、最後というか感染リスクの可視化というペーパーとジャイアント山水のペーパーを資料として渡しました。でこれ 今のこの形でですね、今の宣言をずっと続けていれば食品関係あるいは食レストランだとかですね、そういうものバタバタと倒れてきますよ。しかしながら山梨県だとかあるいは和歌山だとかいくつかのところでちゃんと感染を防いでるんですよね。防げてるんです。どうして防げてるかといったら、そのお店がどういう形で感染を防ぐための対策をしているのか、どうやって消毒をしているのかということです。逆に言うと、あるいは感染者がこうしぶきが飛び散ってもですね、それを対策をするようなそういうことをやってるかということなんですね。で感染のですね、蔓延を防ぐスペシャリストというのはお医者さんじゃないんです。看護師さんなんです。感染症が病院の中で抗体の菌が発生したときにその感染症がわっと広がるんですね。コロナでもないですよ、普通の感染症ですよ。でその責任は誰が取るのかというと、病院では看護師長なんです。で非常に厳しい看護師長のいるところはそういう感染の大発生というのは、病院の中の大発生というのはないんです。例えば絶対土足ではダメだとかですね、絶対病室に入るときには手を洗うとか、あるいは廊下は必ず1日に2回ぐらい水掃除をするとか、そういうことを徹底させているところが大丈夫なんです。とかその感覚が今の厚生労働省には僕はないんじゃないかというふうに思うんです。ここで感染リスクの可視化ということで CO2 のセンサーを入れたのと、それからジャイアント山水入れました。でジャイアント山水というのはすでに歯医者さんで広く使われてるんです。でそれ以外にですね、養護施設だとか介護施設なんかでもかなり使ってたんです。特にノロウイルスが発生したときにはこのジャイアント山水使ってたんです。でところが厚労省が中心になってジャイアント山使うなっていうキャンペーンやっちゃったんですね。ただジャイアント山にも2種類のジャイアント山水があるみたいで、食塩水を電気分解して作るジャイアント山水とジャイアント山ナトリウムという別の溶液とを混ぜて作るやり方で、ジャイアント山水、本当のジャイアント山水と言われているものは食塩水の電気分解なんですね。これは食品添加剤として認められたものなんです。極めて安全なものなんです。だからこの安全なものをもっと買って使ってたんですけども、それ止めちゃったもんだから、あっちこっちであれは使えたらという声が蔓延してますよ。これを使えるように、ちゃんと使えるようにすることと、それからそれが空間噴霧すると危険だということを言ってます。WHO の通達だというふうに言ってますけれども、ジャイアント山水というのは日本で発明したものです。
そして病院のそういう耐候性物質の菌を駆逐するために科学者が作り出したものなんです。それをもっと使わない手はないと思います。 WHO はそれ知らないんです。そういう製品があるということは日本独自の製品です。そのことをもっと私たちは理解をしてこのコロナ対策に当たっていくべきだというふうに思います。時間が来てしまいました、新井ゼミをこれで終了させていただきます。ありがとうございました。どうも。次に